じゃあ5月31日の16時前後、夕方、はいはい、生配信、はい、決定。素でやっていただくのが一番ありがたいんだけど、自分の言葉で素の中村獅童みたいなのが伝わればいいかなっていうふうに思ってるんですけど、ね、離婚はしないけどね、うん、どうも中村獅童です。今回獅童さんから報告したいことがあるんです。報告そうですね、まあ、YouTube 今回ねちょっと解説させていただいて、ちょっと今ね俺も7月まで入ってた舞台のスケジュール全部キャンセルになって、今歌舞伎界ってどんな感じなんですか。その歌舞伎界、はい、もう全部が、もうあれでしょ、もう戦後始まって以来の、もう戦後以来でしょ。これだけ長期にわたって公演が中止になるってことはないもんね、うん、仲間にも会えないし、電話もあんまり、電話全然してないわ。家族以外の人たちと接点がまるでないから今、うん、まあ、皆さんもそうなのかもしれないけど、だからなんかマイナスの状況をいかにプラスに変えていけるかっていうことが一番大事だってことなんだけど、うん、なんか改めてこう皆さんにちょっと報告したいこともあったりとか、こうまあ本当ならねすぐ今もうここで言えばいいじゃないかって話なんだけど、いろいろちょっと調整の方もあるんで調整というかまあちょっと、うん、何ですかそれ。まあいろいろあるでしょ、仕事の流れでさ、いろいろまだ、うん、発表する前にいろいろとこう調整しなきゃいけないというか、まあ、まああるんですよ。それそうなんですか。いや仕事でうるさいね本当に結構順序があるから報告はやっぱりね、うん、だからそうですね、改めてちゃんと報告します、うん、素でやっていただくのが一番ありがたいんだけど、うん、なんていうの、人づてとかね、なんかこう文章にしてとかっていう自分の言葉でこう、まあこういう時だからこそ自分のなんかこう素の中村獅童みたいなものが伝わればいいかなっていうふうに思ってるんですけどね。じゃあとりあえず調整整い次第、うん、そのお仕事関係とかいろんなところの、もうほぼ調整は整ってるんで、あともうちょっとなんて、そしたら報告していただきます。そうですね、わかりました。じゃあ5月31日の16時前後、夕方、はい、生配信、はい、そこで報告します。はい、そういうわけでありがとうございました。